驚愕の始まり。ナンバーアンダーライン愛、日米制覇へ向けて衝撃のフェス参戦。昨日、ナンバーアンダーライン愛が日本と世界のメディアでたくさん報道されました。本当におめでとうございます。涙の彼らを見てもうステージで見ることができないのではないか、とこれまで大変なことを乗り越えてきた3人。 今然るべき位置にいるナンバーアンダーラインアイの彼らを誇らしく思います。日本だけでなくコーチャーラという舞台で世界にも魅力を見せつけてきてくださいね。ナンバーアンダーラインアイが日本とアメリカの両国でその人気を高めていく中で、彼らの魅力はますます際立ってきています。この三人組、平野翔神宮寺優太、そして岩優太、彼らのクリエイティブなエネルギーと才能は、 新たなる舞台への挑戦を示唆しています。彼らの物語は黒と白という二つの対照的な要素から始まります。彼らのビジュアルはそのまさにエキサイティングなスタートを告げるものでした。日本の民放主要キー局への出演やアメリカのコーチェラへの参加など彼らのキャリアは急速に展開しています。しかし、 この物語はただ単に成功の話ではありません。それは多様性と成長の旅でもあります。白と黒、それぞれ異なる印象を与えます。黒は彼らのクールで大人っぽい一面を表現し、白は精錬さや純真さを象徴しています。ファンたちは彼らがどちらのスタイルも華麗にまとい、自分たちを魅了していく姿に感動しています。 この対照的な二面性は彼らの芸術的な能力と多様性を反映しています。コーチェラという世界最大級の音楽フェスへの出演は彼らのキャリアにおける重要な一歩です。この舞台で彼らはアジアの才能を世界に向けて発信し、新たなファン層との交流の機会を得るでしょう。彼らの成功は単に音楽の領域に留まるものではありません。 それは文化と芸術の境界を超えた旅でもあります。彼らのファンは彼らの成長を喜び、その成功を共に祝福しています。彼らの未来は明るく、彼らの音楽はますます多くの人々に届くことでしょう。彼らの物語はまだ終わっていません。それは無限の可能性と才能が溢れる旅の始まりに過ぎません。彼らの成功は ただ単に音楽業界にとどまらず、若い世代にとってのインスピレーションとなっています。彼らのストーリーは、夢を追い求める全ての人々に希望を与えています。彼らの挑戦は大きく、その可能性は限りなく広がっています。この物語は、成功と挑戦、成長と多様性についての物語です。それは、音楽が持つ力と、 芸術が結ぶ架け橋の物語でもあります。そしてその物語はまだ終わりではありません。それは新たなる舞台への挑戦の始まりに過ぎません。彼らの旅はまだ始まったばかりです。彼らの未来にはさらなる挑戦と成功が待っています。彼らのストーリーは私たちに勇気を与え、夢を追い求める力を与えてくれます。 この物語は私たちに問いかけます。自分の夢に向かってどれだけの勇気を持っていますかそして自分の人生をどのように進めていくつもりですか彼らの旅を見つめるとき私たちは自らの夢を見失わないようになります。彼らの成功は私たちに希望を与え夢を追い求める勇気を与えてくれます。彼らの物語は まだ終わっていません。それは新たなる舞台への挑戦の始まりにすぎません。彼らの音楽は教会を越え人々の心に届きます。そのエネルギーは私たちに力を与え勇気を与えてくれます。彼らの旅はまだ始まったばかりです。そして私たちは彼らと共に歩み続けます。一夜明けても、 まだ嬉しさが止まらないナンバーアンダーライン愛は彼らの最大の目標である海外進出の第一歩を踏み出す彼らには存分に楽しんできてもらいたい大人っぽくて非常にクールでかっこよい日本を感じさせてくれると思うナイナイミュージックもとても楽しみです一つ夢を叶えるには三人の団結と普段の努力があったからこそ 最高難易度のゴーとは何も語らなくても彼らのアーティストとしての道を開いてくれた。ナンバーアンダーラインアイ・コーチェラ2024参戦決定おめでとうございます。バクイケなファッションも素敵なんですよね。何着ても似合うし、衣装さんのセンスが彼らの楽曲やコンセプトを理解しているからこその洗練された黒と白だと思います。 内面から輝く彼らは、やはりスターの風格があります。ぜひとも、ゴートと富士を、日本の音楽をぶちかましてきてほしいです。紅茶ら出演おめでとう。これは本当にすごい。アメリカの最大級のフェスだもん。アメリカでは誰的な感じかもしれないが、それも経験ってことで。 持ち前の歌やダンスを見てもらうだけでも認知されるから、すごいチャンスだね。平野くんの震えた手でマイクを持ち涙しながら歌う姿が今でも思い出すけど、その時の平野くんに、未来はこんなに明るいよ。と言ってあげたかった。あの姿は見てて本当に苦しかったけど、こんなに早く世界への扉を開けて本当に良かった。見てる人はいるんです。 YouTube での配信楽しみです。